比べると4割ほど高くなっています。なぜ今旬のタケノコが品薄なのか。産地を訪ねると、タケノコが続々と収穫されているように見えますが、例年なら2月初旬頃から始まるという出荷。今年は冷え込んだ日が続いたこともあり、出荷が1ヶ月ほど遅れているといいます。生産農家